鉄道が下立駅モテ駅間で運行している蒸気機関車牽員の臨時快速列車である。モー鉄道モー線開業6年後の1994年から運行されている SL 列車である。SL の保有はモー線 SL 運行協議会が行っており、モー鉄道が運行を行う。2021年現在、唯一。 C12 型による胴体保存運転が行われている。2010年代以降、利用状況の悪化により、コストが賄えなくなりつつあり、2020年に C11 型を売却するに至っている。1年を通じて、毎週土曜日と日曜日に一往復ずつ運行されている。また、ほとんどの祝日も運行され、夏休みや冬休み。 春休みの期間中は土日以外の曜日にも運行されることがある。基本的にダイヤ設定はすべて同じで午前中に下立駅を立ってもてぎ駅で折り返し午後に下立駅へ戻る。本列車に乗車するには乗車券の他に乗車整理券として SL も加券が必要となる。金額は大人は500円、小人は250円である。 全席自由席のため、着席できない場合がある。なお2020年7月18日乗車分以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、インターネットでの事前予約制となっている。なお、本列車の運転前後には、ディーゼル機関車の牽引による、回送列車が運行されるが、こちらは普通列車で特別料金は不要である。 下立駅、織本駅、久下田駅、寺内駅、毛岡駅、西大駅、益子駅、七井駅、たたら駅、市花駅、もてぎ駅、検査時や団体向けの列車として、稀に通常3両編成の客車を2両に減らして、運行されることもある。2期体制で運行されていた頃は、不定期に、SL の従連運転が行われる場合があった。通常の従連のほか 犯行十連で運行されたこともあった。2018年5月26日、6月9日の上下列車と5月27日、6月17日の上り列車では、栃木デスティネーションキャンペーン開催記念として、SL2 両が客車編成両端に連結されるプッシュプル運転で運行された。また、同年4月1日、6月30日には同じく、 栃木 DC のイベントとして、SL とで 10K の10連で運行。同5月12日、6月16日には、DL&SL モーカーハガロマンプク列車として、JR 水戸線の小山下立加護、JR 東日本ので10型が牽引し、客車のみが直通で運行された。過去にはこれらの他にも、検査中ので1 0系ディーゼル機関車のダイソーや、 展示用機関車を改装するためのプッシュプル運転、JR 水戸線の小山駅からの SL による直通運転なども行われていた。ありがとうございます。